完全燃焼状態だと中にいる蛍さんの姿も見られるの。この毅然とした眼差し、さすがは正解を燃やし尽くす少女ね。かっこいい、私も正解を燃やし尽くしたい。ありがとう。説明に戻るけど、完全燃焼状態の強化スキルは作人値がアップすると同時に指定した敵に炎属性弱点を付与できるのよ。サムは敵の弱点を撃破するとまばゆい炎を上げる。そういえばアクションバーにカウントダウンのようなアイコンがあるな。これについて説明してもらっても。ああ、これこのカウントダウンが終わるとサムの完全燃焼状態が終了するの。あなたのスキル効果は全部弱点撃破と関係があるのね。そうなると撃破効率バフ、あるいは超撃破を持つ味方と相性がいいんじゃないかしら。確かに。例えば調和の運命の開拓者とかぴったりかも。あら、これはちょうどいい。